て敵の基地に。何が起こるか分かんないんだ。そうね、修二さん顔色。カイト、なんだよ。あの様子の修二をこの先までここに。どうだろうな、いいかもしれないね。何かあったらロップモンもいるから切り抜けられる。それならそう言ってやる。私は反対だわ。なんでだよ。ロップモンだけに押し付けるようなものじゃない。私もその意見に賛成だわ。私たちも残るの。そうすれば葵さんとラブラモンも残るの。あのな、敵のど真ん中に。俺もその意見にさ、二人もかけたら。ならみんなで行けばいいじゃない。だがあの状態のやつ。でもだからって置いていくのと。どうする。わかんない。このままじゃ先に進めないよ。確かにこんな状態じゃダメだ。いっそ修二を切り捨てれば。それができないから。そうだが。それでもそれにロップモンの。ロップモンは一人だから苦しんでいるんだよ。おいタクマ、そしたら俺たちの戦力。でもそれが一。いやだから。ふざけ。僕を残して葵くんに護衛させるな。君たちは僕が何もでき。僕は大丈夫。君たちが行かないなら。あ、待って。ロップモン、どうかしたのか。なんで。僕が何か悪いことしたから。ロップも。ごめん、僕行っちゃった。とりあえず俺らも行こうぜ。だな。何が起こるかわからないんだ。警戒を怠るな。修二さんの真似いいっそ。ミノル君、サキさん。はーい。ねえタクマ、ロップモンが危ない。うん、とて僕らは人間の心に。悪いこと。あの坊や。思っていたよりちゃんと道なのね。どれくらい広いのかな。どこまで続いてんのか先が見通せねえな。広いのかもしれないけど。霧が。たくま、このじゃあこれって何かのガス。吸っちゃヤバい系。ビビんな、とっくにいくらかは吸っちまってるよ。そうね、でも危ないか。前が見づらいわ。みんなとはぐれないように。迷子なんてシャレにならねえ。何か。いら。そっちから来てくれるなんて、飛んで火にいるなんとやら。何言ってやがる。そうかしら。あたしにはあなたたち。そっちから来てくれたんなら。だからみんな離れないで。分断されたら危ない。けどタクマ、霧が濃くなって。とにかく声。誰も。アルケニモンまでいなくな。とにかく。
の番だね。
いらの番だね。
悪魔、あっちからだ。あっちにはまだ霧が残ってる。でも大なかなかいやらしい攻撃をす。私の愛すべき子供たちを他のでも勝手知ったるこの水路の中なら、そしてその結果は間違いなくで。じゃあそろそろ借り入れ時か。いいえ、だからこうして心をせ。質のいい手下が居合わせなかったのが難点だったな。でもそのおかげで人面白い。もうすぐわかる。
承知しないわよ。僕の番だね。やっと私の番だ。
急に抱きつかないでよ。だってだって葵うん、私もラブラモンと再会。うん、よかったな。ああ葵さん、さき二人はここでや、うん、ごめんなさい。わ、任せて。さあ、おう。いや、これ戦い行ってみよう。戦いは終わったのか。ふん、白は見たことのない獣だ。味方、あいつは。本当に？あいつは気になるけど、今二人とも怪我はない？うん。獣が守ってく。獣？誰？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。うん。そうか。アグモンは？敵か。あいつは敵じゃないか。そう。二人とも歩ける？じゃあすぐそこに葵さんとサキがいるから、僕は他のみんなを探してく。行こうか、アグモン。
ミノル！おお、タクマか。無事だったんだな。くっ、アグモンも一緒か。あ、ファルコモン、危ない！乗った！すまない、アグモン。助かった。すまねえけど、とっとと加勢し、さっきまで変な幻見せられてたせいで。わかった。今助けるやろ。カイト見てみろよ、仲間が戦ってるぜ。見りゃわかる。ここは俺が行く。行く。よし、
私だな。サンキューな、たくま。マジだ。うむ、感謝する。どういたしま。ミノルもファルコモンも。でも幻って、やっぱり。そうなんだよ、俺の偽物と本気。そうそう、そこに。でも見た目じゃどっちが本物かわかんない。だから運任せで選んだら当たったんだよな。え、あれは。いや、結果オーライっしょ。最初に直感でこっちかもって思った方は偽物。そんな。えい、ミノル、そこに座れ。俺があれだけ心配していたという。なんだよ急に。あ、おい、タクマ。カイト。まあずっとこの調子でよ。落ち着いてカイト。お兄ちゃん慌てすぎ。ミュウ、よかった。うざい。してないから。みんな合流できたのね。お、葵さんもサキも。みゆき。しかしあのま。私もよ。マジで最悪だ。現実と幻が曖昧になってくみてえだった。多分あんな攻撃。みゆ、変なもの見せられなかったか。うちは大丈夫。本当だな。しつこい。この地下水道もさ、なんかどんどん。さっきまでなかった通路とかが出てきたり。それもあのガスのせいかな。あんな辛い幻、同感だわ。早くこの地下水道を出るか。元凶っつうと。カンカン、ダメ。ならここを抜け出すのが。ちっ、やられ。出口はすぐそこだ。ちょっと待って、今全員揃ってる。あの人かなりヤバそうな感じだった。早く助けに行かないと。時間が惜しい。